有坂隆介は、東京都出身の男性フィギュアスケート選手、指導者。戦前から戦後にかけて全日本選手権を5度優勝した。明治大学卒、幼児に北海道札幌市に移る。小学校4年の時にスケートを始め、札幌商業学校入学後に、アイスホッケーからフィギュアに転校。その後北海中学に移り、 有望選手として注目される。1935年明治大学に入学し、1935から1936年シーズンの全日本フィギュアスケートジュニア選手権で優勝するが、翌年右足首を骨折する。その後再起し、1939から1940年シーズンに全日本選手権で初優勝。以後、 戦時中止を挟みながらも、全日本選手権で4連覇し、1950から1951年シーズンの全日本選手権では5度目の優勝を果たした。1940年に開催される予定であった、札幌オリンピックの有望選手と見られていたが、日本は1938年に札幌オリンピックと東京オリンピックの開催を返上したため幻に終わった。 関係者の努力もあり、1951年世界、フィギュアスケート選手権に、稲田恵子と共に、日本人選手として15年ぶりに出場をしたが、再開の11位に終わった。帰国後プロに転校し、1952年には、片山俊一、加藤玲子らとともに、日本で、初めてのアイスショーも行っている。競技引退後はコーチとして活動し、福原美は。 すぎたひを指導した。また、日本スケート連盟フィギュア部全国委員などを務め、入門書も執筆した。AB 札幌人明治天札幌市、教育委員会編北海道新聞社1993年9月、札幌文庫66巻 P、P25 ハット ABC、講談社日本人、明大辞典、ハット ABCDEFGH、毎日グラフ、真鍋照夫。 第5章こぼれ話に名選手群像フィギュア二人の日本チャンピオン冬のスポーツ札幌市教育委員会編北海道新聞社1981年2月札幌文庫16課に ABC 新人物古時物シリーズ芸能娯楽編ありがとうございます